ロキソプロフェンはプロピオン酸系の小塩鎮痛剤。商品名はロキソニンで第一三共が発売し、後発薬品も各社から発売されている。現在、日本、メキシコブラジルでよく使用されている抗塩症薬の一つである。変形性関節症、慢性関節リウマチ、経験腕症候群、肩関節周囲炎、筋肉痛、腰痛、 急性上気動炎、死痛、手術後の鎮痛。医薬品添付文書に記載されている臨床試験中に報告された一般的な副作用は次の通りである。吐き気、消化不良、消化器潰用、出血、肝臓酵素増大、下痢、ふらつき、使用及び体液停流、高血圧。また、稀な副作用は次の通りである。食道潰用、心不全。 高カリウム血症、腎臓障害、混迷、気管死経攣、発疹、小腸、大腸の強作、閉塞、排尿困難。2016年3月、厚生労働省から日本製薬団体連合会に対して、使用上の注意の改定が通知され、その中でロキソプルフェンナトリウムの含有製剤について、小腸、大腸の強作、 閉塞の副作用に関しての追加がなされ、合わせて消化管先行、症腸大腸の開用、排尿困難が記載された。これを受け、一般用医薬品も同様に使用上の注意の改定が行われ、相談することの服用後に副作用の可能性がある症状に症腸大腸の狭窄、閉塞が追記された。詳細は、 遠征度海洋を参照演説服用による消化管障害に関して2013年に本在の良い二2腸町海洋の発現率に関する日本の臨床データが発表された。対象と方法40から74歳の健康成人に対し COX-2 選択的阻害薬であるセレコキシブビットとロキソプロフェンティドおよびプラセボを2週間投与し投与終了後 内視鏡検査を実施し、イ・ジュニシチョウ海洋発現率について検討した。結果、上部消化管内視鏡で確認された、イ・ジュニシチョウ海洋の発現率セレコキシブビット群1.4%ロキソプロフェンティド群27.6%プラセボ群2.7%セレコキシブ群は、ロキソプロフェン群よりも、イ・ジュニシチョウ海洋の発現率が優位に低く、プラセボ群と、 同程度であった。結論、この試験では、対象が健康成人であること、試験期間が短期であるという限界はあるものの、イ・十二指腸海洋発現率に関して、セレコキシブはロキソプロフェンに対する優越性が認められた。副作用に関しては、セレコキシブ群が31.6%、ロキソプロフェン群が50.0%、プラセボ群が18.9%であった。 各副作用の重症度はいずれも低かった。プロドラックであり、肝臓、皮膚、筋肉でのカルボニル還元酵素の代謝により、体内で速やかに活性の高いトランスクリプション、大型に変換される。発熱や炎症を引き起こす原因となる、プロスタグランジンの生合成を抑制することで、炎症を沈め、腫れの抑え、鎮痛、下熱作用などを示す。薬理的には、 プロスタグランジンの合成酵素であるシクロオキシゲナーゼを阻害することによる。こうしたヒステロイド性抗炎症薬は特徴として鎮痛作用が強く消化器への副作用も強いが、ロキソプロフェンはプロドラッグであるため体内で吸収されるまで作用を示さず、これにより炎せずの副作用である胃腸障害を軽減している。種類としては内服剤と外用剤がある。 従来は処方箋医薬品のみであったが、一般用医薬品へのスイッチ o t c が認められ、2011年1月には第一三共ヘルスケアから、下熱鎮痛薬、ロキソニン S が第一類医薬品として、発売、広告など、一般消費者向けマーケティングがなされ、薬剤師が常駐しているドラッグストアでの購入が可能となり、その効果とともに商品名が一挙に、 多くの人が知るところとなった。2015年に入ると、ライオンやコーアなどの同業他社からも、後発医薬品が発売されるようになり、他の有効成分と組み合わせた合剤も、一般用医薬品として発売された。2016年8月には、外用剤もスイッチ OTC 化されて、ロキソニン S テープ、ロキソニン S テープ L、ロキソニン S パップ、 ロキソニーイエスゲルが第一類医薬品として発売となり、内服剤同様に薬剤師のいる薬局での購入が可能となった。2020年8月25日には外用剤が第二類医薬品へ区分変更され、登録販売者の常駐するドラッグストアや一般用医薬品を取り扱う店舗での購入が可能となった。日本での放送例、ありがとうございます。